ベルナベ・ウィリアムズ・フィゲロアは、プエルトリコのサンフアン出身のミュージシャン、元プロ野球選手。宇藤良だ。1991年から2006年まで、ヤンキース一筋でプレーした、フランチャイズプレイヤーとして知られる。背番号は、51。正式な引退表明をしないまま、2006年に、事実上引退。2015年4月に、 ヤンキースとマイナー契約を結び引退届にサインすることとなった。同年に背番号51がヤンキースの永久欠番に指定されている。プエルトリコのベガアルタで育ったウィリアムスは小さい頃から運動神経が抜群だった。野球とクラシックギターに強い関心を示してきたが、その一方で陸上競技でもプエルトリコの代表となる名をなし、15歳の時に 出場した国際大会で4つの金メダルを獲得している。同年代の中では世界有数の400メートルの選手であった。1985年9月13日、ちょうど17歳を迎えた誕生日の日にウィリアムスはヤンキースとプロ契約を結ぶ。当初はオールバニーにあったヤンキース参加のマイナーリーグ球団でプレーし、そこでは持ち前の運動神経の良さを発揮し、 スイッチヒッティングを身につけた。球団幹部からは、素晴らしい素材と目されていたものの、当時のヤンキースがエア人の層が扱ったことから、彼のメジャー昇格は遅れてしまっていた。1991年に怪我で戦列を離れた、ロベルト・ケリーの代役として、メジャー昇格。7月7日、メジャーデビューを果たし、320打席で打率、238の成績を残す。 その後一時期マイナーに落とされるもののダニー・タータブルの怪我で最小格以降中堅守のポジションを獲得した1993年までには完全に中堅守としてのレギュラーをつかむしかしその後チームオーナーであるジョージ・スタインブレナーの移行から1995年までトレードの噂が絶えなかった強権的なことで知られるスタインブレナーは彼のプレイスタイルが それまでの選手とは異なることにストレスを感じ放出を企てていたが、バックショーウォルター監督やジーン・マイケル GM の取りなしにより踏みとどまった。ウィリアムスは一番打者を任せるには、盗塁数が少なく、中堅守にしては弱型であり、そして打率を残せるがパーにかける中途半端で使いにくい選手であった。1995年に18本塁打を打ち、得点、安打。 ルイダ、盗塁で、チーム最多に輝いた。チームは、ワイルドカードで1981年以来14年ぶりに、ポストシーズン進出を果たし、シアトル・マリナーズとのディビジョンシリーズで敗れたが、ウィリアムスは打率、429を記録し、第3戦で、ポストシーズン史上初となる1試合で左右、両打席から本塁打を記録した。百九十六年のアメリカンリーグ、 優勝決定シリーズで打率474.2本塁打を記録し同シリーズの MVP を獲得。最終的にヤンキースは勝ち進みワールドシリーズ制覇に至った。1998年シーズン最終戦で2安打を放ち、モーボーンの打率337を上回り打率339で首位打者に輝いた。そして MLB 史上初めて首位打者、ゴールドグラブ賞、ワールドシリーズ制覇を同じ年に達成した選手となった。シーズンオフには総額8500万ドルの7年契約を結んだ。2002年まで8年連続で3割を記録。チームの中心選手として高い人気を誇った。2003年のヤンキースタジアムでの開幕戦では4番に座ったが、 同年から成績が目立って加工し始める。2004年はリーグチャンピオンシップシリーズで2本塁打を記録するもチームは3勝0敗から4連敗という MLB 史上初の屈辱でワールドシリーズ進出を逃した。2005年は7年契約の契約最終年とだったが打率249と深刻な打撃不振に陥った。2006年は 前年の8分の1の年俸の単年150万ドルでヤンキースと再契約することで合意した。開幕前の3月には第1回 WBC のプエルトリコ代表に選出された。シーズンでは前年よりも盛り返し、メルキー・カブレラと共に故障者が続出したチームの穴を埋める活躍を見せたが、本来の輝きを取り戻すまでには至らず、シーズン終了後に FA となり、 オフにはヤンキースからマイナー契約での契約を、ウィリアムズの背番号51、ニューヨークヤンキースの永久欠番に2015年指定。その後はプロのミュージシャンとして活動していたが、突如2009年の第2回 WBC のプエルトリコ代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たす。2年半のブランクを開けて、現役復帰し話題となった。 2011年2月、元同僚のアンディ・ペティットの引退会見に同席し、事実上キャリアが終わったことを認めた。ウィリアムスのポストシーズンにおける80打点の記録は、MLB 最高記録であり、ギネス世界記録に認定されている。2014年のデレク・ジーターの引退に際して、ヤンキースタジアム最終戦で、マリアノ・リベラ、ホルヘ・ポサダ、アンディ・ペティットらと共にサヨナラヒットを打ったジーターを、 迎えた。ジーターの最終戦は敵地レッドソックスのフェンウェイパークであったが、ウィリアムスはジーターに向けて、テイクメアウトツーザボールゲームをアコースティックギターで演奏した。結番表彰式で、ウィリアムスの記念プレートを前に、かつてのチームメイトであるアンディ・ペティット、ホルヘ・ポサダ、マリアノ・リベラ、デレク・ジーターと映るウィリアムス、写真右から二人目。 2015年2015年2月16日、ヤンキースは、ウィリアムズの在籍時の背番号51を、ホルヘ・ポサダの20、アンディ・ペティットの46と共に、永久欠番に指定することを発表し、同年5月24日、ヤンキースタジアムで、背番号51の永久欠番表彰式が行われた。セレモニーには同じく欠番に指定されたペティット、 ポサダに加えて、かつてのチームメイトのティノ、マルティネス、ポールオニール、マリアノ・リベラ、デレクジーターや、監督のジョートウリが出席し、ウィリアムスを祝福した。ウィリアムスは、プエルトリコから来た痩せポチの17歳だった。自分がこんな瞬間を迎えられるなんて、本当に幸せとスピーチし、喜びを表した。ちなみに、結番指定されることになった、ウィリアムスの背番号。 51は、決番指定される3年前の2012年シーズン、途中に交換トレードで、ヤンキースに入団した一郎に付けさせることも、球団の構想にあったが、一郎自身が、ウィリアムスへの敬意から、とても付けることはできないと誇示し、31を選んだため、51は、一郎の手に渡らなかった。ギターを披露する、ウィリアムス野球での才能な他に、ウィリアムスは、 ミュージシャンとしての力量も高く評価されている。小さい頃は野球選手よりもプロの音楽家になりたかったと述べ、ギター演奏の他に作曲も行う。ジャンルは、ジャズ、クラシック、ポップ、ブラジル系、そしてラテン音楽などと非常に多したようである。2003年7月15日に、コンテンポラリージャズのレーベル GRP レコードより、 メジャーデビューアルバム Journey Within ーーを発売。彼のスムースジャズに対する思いが、サルサなど故郷プエルトリコのリズムに乗って垣今見える一枚となっている。本人の腕前も、サルコとながら参加アーティストの顔ぶれも、スムースジャズのトップミュージシャンばかりで非常に豪華であり、ルーベン・ブラデスやデイビッド・サンシャス、ディーランド・スカラーといったメンバーも参加している。ありがとうございます。